コンビニ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。8月27日、107回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。本日はゲストとして、飯田正明さんをお迎えしております。 このあと CM の後にその対談をお届けいたします。飯田さんのお仕事、言ってしまえば IT の部分なんですけど、IT からまたそこからさらにご自身の思いを磨き上げて達成していきたい目標、やっていきたいこと、どんなことがあるか、これはコンビニ経営だけじゃなくて、さまざまな仕事の中でも、 相通ずるところがたくさんあるんじゃないかなってお話をしていて思いましたので楽しみにしていただければなと思いますさて8月ももう終わりですね次の放送はもう9月になります暑い今日もですね東京は30度を優に超える暑さで天気はいいんですけどもうもわっとした暑さがずっと続いており このところは夜になっても三十度を下回らないぐらいの暑さになっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナもね、まだまだ流行していまして、感染者の数がもう本当に五千人とか四千人とか。今まで数十人とか数人だったところが、数百人、千人近く、あるいは千人以上といったような。 爆発的な感染拡大が今第5波と言える状況で続いております、まあ、ワクチンがあるとかないとかいろいろありますけど、まあ、何よりね免疫力をしっかりと高めていくっていうことが私は大事だなと思っていてなんか全てをワクチンに頼るっていうよりも普段の行動とか普段の心がけの方が私は結構重要なんじゃないかなと思っていて。 対処的なところというよりも免疫力ををどうう上げるかっていうこといいこに私は注目をしています一番はしっかり飲み物を飲んで体の循環を良くするとか適度に動くとかあと笑うかなと思っていてこれはちょっと精神的な部分もあるんですけどいろんな方と対面やオンラインでお話をして今日も実はお昼間は、えー、とある。 まあいつも、ね、あのゲストとかでも出ていただいてるあのオーナーさんとですねそれから一度ゲストとして出ていただいた元オーナーさんとお話ししてたんですけどもう本当に有意義な時間になりましてコンビニ業界の今の課題とかあとこれからどうしていくのかっていったようなところとか今何を取り組んでいるのかとかそういった情報交換をさせていただいて。 もうめちゃくちゃ笑いましたしすごくなんか動きましたしもう最高の時間でした、ね、やっぱりあの未来の話というか今何をやっているかっていうことに加えてでそれがどんなふうに将来なっていくのかっていうことを見越してやっていることなのかっていう未来からの話をするとすごくモチベーションがやっぱり上がるんですよね。 なんか過去からのアクセスも大事なんですけどその過去って、まあ、いいことも悪いことも過去でしかなくてでその過去の体験に縛られて自分自身の行動を制約してるなんていうこともあったりするんですなので未来からの可能性の話をたくさんすることによって本当にいい形で心の中とかその行動とかが前向きになっていって、まあ、自己免疫力が上がるのかななんて思っていたりします。 なので、まあ、ちょっとねこう寝不足になってしまったりとか、まあ、仕事が続いて寝不足になってしまったりとかあとはそうですねちょっと疲れてしまった時とかいろんな人と話しすぎた時とかさすがにパワーを人と話すって使うのでもう夜例えば8件この前オンラインミーティングをやったらもうもうもうぐったりしたでで、まあ、で。で 本当に未来の話をたくさんすると、これがまたね、心が活性化するのが分かるんですよ。もうワクワクしてます。はいということで、まあのっけからいきなり、何の話だっていうことになるんですけど、今日はゲスト会でございますので、まあ、私の話をつらつらと述べるのではなく、飯田さんのお話と、この対話の内容に耳を傾けていただけましたら、幸いでございます。ぜひ コンビニオーナーさんだけじゃなくて店長さんだけじゃなくてコンビニを利用している皆様それからコンビニに限らずお仕事をされている皆様全力で頑張っている皆様いろんな方に聞いていただけたら嬉しいですこの番組はウィークリーコンビニラジオという番組ですので皆様が 聞いていただいてあなるほど役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております FMG のワンのメールアドレスは797 at fmg のワン .com もしくは私コンビニシャロー氏やっせいのツイッターを検索フォローいただきそちらから DM を送っていただきますか私がツイートしていることにリプライで送っていただきますかそれあとはコンクリ株式会社のお問い合わせ欄からお問い合わせをいただけますと大変助かります この番組は「三方よしの未来で見える未来」店舗支援システム「キズナアルファ」でおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますココンビコンビビニニーーのウィクリラジオあなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」「沖縄ベタニアチャージ」「浦添市臼熊58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか?」 お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい。そんな願いを叶えます。電話番号は892-8688。安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょゆ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労士、安さやかの、ウィークリーコンビニラジオ。はい。それでは、ここからはゲストをお招きしております。本日のゲストは、飯田正明さんです。飯田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お元気いっぱいの方がいらっしゃいました。ようこそ、<laughs> コンビニラジオへ。 はじめまして、飯田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、飯田さん。はい。自己紹介をしていただきたいんですけども、いきなり行った,たりしますか <laughs> いきなりですね。はい。はい。えっと、僕はまあ東京に住んで仕事をしてまして、日中に関しては RPA という、まあ、業務改善ツールの導入支援と開発をやっております。 で、えっと、夜ですね、業後の時間に関しては、ウェブのマーケティングの講師や、えっと、運用をやりながら、えっと、社外上司というコンテンツを、えー、自分でやっておりまして、それは、えっと、2、30代の方のキャリア支援をメインで、えー、やってます。大体<う>年間30名ぐらいの方ですね、の方の、ま、仕事の悩み、えー、人間関係の悩み、みたいなことを聞いて、えー、 こんがらがった毛糸の束みたいなものを紐解いたりとか、うん、あとは実際の、えー、仕事の紹介も入り口から出口までやっております。いはい、簡単ですが以上です。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。なんかあれですね、今をときめくワードがたくさん散りばめられていたような気がするんですけど、<laughs> どちょっと紐解いてみてもいいですか <laughs> ぜひお願いしますはいありがとうございますということで本日のゲストは改めて飯田ささんですさてまず RPA という話があったんですけどはい RPA といえば私ね社労士業界では結構 RPA の話ってよく出てくるんですけどお<う>知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので RPA について少し教えていただくことはできますかわ、はい、かりましたはい えっと、RPA はですね、まあ、えー、ここ10年ぐらいですね。で、ようやく日本で浸透してきたような業務改善ツールの一つです。<う>イメージとしては、えー、っと、本当に簡単なイメージとしては、あの、マクロ、VBA、うんえー、を、えー、っと、そうですね、いろんなウェブサイトでも使えるようになる、みたいなイメージです。ほう。 エクセルのマクロですか。はいはい、そうです。エクセルのマクロ V. B. a を、えー、インターネットのサイト。でも使えるようになる。みたいな感じですね。ほう。なるほど。はい。なんか具体的に。例えば、そのエクセルとかでも。はい。表計算的に、例えば一たす一は二みたいな。計算を入れることは。はい、結構誰でもできたりすると思うんですけど。はい。マクロって。 組むってハードル高いじゃないですか。いや確かに。あれって何のためにマクロっていう機能を使うのかなって考えてる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい。例えばどんな時にそういうマクロっていうのを組むんですかねそうですね。えっともう、ルーティーンのように毎日同じことをやるような時ですとか、うん、はい。やっぱり決まったことを、えー、 やる時ですねもう1回マクロを組んでしまえば、うん、10分かかるような作業がボタンポチッと押すと<お>もうドドド,ドッとこう機械が、まあ、要はエクセルが動いてやってくれるので簡簡略略化化できますなるほどね簡略化はいあの私はもともとディズニーストアっていうところにいたんですけど、はい、その時にか1時間ごとの売り上げを記録する。 ためのエクセルを作ってたんでしょ、お店で。なるほど。はい。で、それの、例えば、1日の売り上げ予算っていうのがあって、まあ、売り上げ目標があって、はい。で、それを、例えば、だいたい朝はこれぐらいの人が来るとか、昼はこれぐらいの人が来るとか、閉店間際はこれぐらいの人が来るみたいな傾向を数値に入れて、それで、なんか、例えば、 一日のトータルの売り上げ目標を入れたら、一時間ごとの売り上げ目標が、ばばばばばっとこう入るような、なんかそういう仕組みを自分の中で結構頑張って作ったんですけど、マクロを組んだことがなくて、で、そしたらなんか上司、その当時いた私の直属の上司の方が、マクロ組めるよって言って、なんか、 本当にボタン一つ押したら全部そういう設定がバババババって変わるようなものを組んでく,くださったんですよ。はいで。それがね、私ね、初めてのマクロっていうものを見た瞬間で、はい。すごいと思ったんですよね。感動しますよね。いや、感動しました。はい。こんなことできんのみたいな。そうなんです。そうそ。それが、えっと、うん、RPA というツールを使うと、 エクセルのマクロでババババ,バッとこう表計算するようなことをエクセル上のテーブルから、うんえー、特定のあ例えば勤怠管理ツールですとか、うんえー、経費生算ツールですとか、はい、そういった何かしらのウェブシステムに自動でマクロのように転記をしてくれるっていうことができます。へってことはマクロっていうのはそのエクセルの中で動く 機能だけど、はい RPA はそれを超えて、いろんなソフトとか、なんか別のものに点火できるってことなんですかね。そうです。おっしゃる通りです。えー、すごい。いやこれ、便利なんですよね。便利ですよね。はい。いやー、なんか私も自分のところでまだそれを取り入れられるところまではいけてないんですけど、はい、すごい気になってる。興味めちゃくちゃありますよ。あ じゃあぜひお仕事で必要なときはお声がけいただけたら、はい、ぜひはいちょっといろいろとその辺の可能性を知りたいなと思ってるのではい,はいぜひぜひ教えてくださいもちろんですはいありがとうございます大体のイメージですともう人がやってる作業は、うん、えーっと RPA でできますなんと <laughs> はい大体できます <laughs> 本当ですかだはい大体いいですけど大体大体はい あのルール決めがちゃんと言語化できれば、えー、もうそれはロボット RPA にやらせることができるので、うんうん、はいまあ毎日やっていることもしくはウィークリーマンスリーでやっている定例業務は、えー、ほとんどが可能です RPA で代替可能ですへえー、すごそんな便利な世の中になっちゃったんですね、はい、もうねなってきてるんですね本当これはすごいですよねいやすごいと思いますよいやなんか例えば あの、氷、まあ、このラジオってコンビニラジオなんですけど、はい。コンビニ業界って結構 IT が進んでいて、比較的というか、まあ、ほぼ最先端のその仕組みをね、取り入れてきた業界だったりするんですけど、はい。それ以外の、いわゆる事務を中心にやっている、まあ、社労士業界とかなんかまさにそうなんですけど、そういうアナログな世界の業界って、 とか仕事ってまだまだたくさんあって。はい。で、本当今、飯田さんがおっしゃったように RPA とかだったら本当に一瞬でできるようなことを、未だに人がやってるところもいっぱいあると思うんですよ。いや、本当に多いです。まだまだあります。ですよね。はい。これって、なんでこう浸透しないのかなっていうのを私もよく考えるんですけど。<laughs> これなんでなんですかね。<laughs> はい、そうですね。 えっと、いくつか理由あると思ってるんですけど。うん、えっと、まず一つは、えっと、そうですね。I. T. のリテラシーが。<ぁ>あの、追いついてないみたいなところが正直あるのかなとは思ってます。なるほど。はい。えっと、できるイメージがつかないから。うん、うん触らないみたいな方が結構やっぱ初め。いらっしゃいます。そっか、そっか、はい。苦手意識ですね。うん はい、もしくはこのようにちょっと拡大解釈をされてしまってはいはい、えー、これもこれもできるんですよねって言われるとちょっとそれはごめんなさい、ここまでですってなった時の期待値が合わないみたいなことは結構ありますあー、なるほどねはいそっかそっか魔法、<laughs> 確かに一瞬ですもんね <laughs> そうですね、まあ、スピードもまあまあ人より速いことも多いですしうん はい。ロボットにやらせてる間、人は他の業務に集中できるので、はい。はい。あのー、稼働時間が空くっていうのが最大の、まあ、メリットです。そうですよね。いや、なんか私とか本当にルーティンワーク嫌いなので、<laughs> やりたくないんですよ。<laughs> はい。<laughs> ぜひロボットに。ロボットに本当にやってもらいたい。なんか、はい、本当に時間かかるし、苦手な人がやると、そのルーティンワークですらめちゃめちゃ時間かかりますからね。 かかります、ねはい、でもやっぱりまだまだ飯田さんとしては日本の IT スキルっていうんですかもしくはその一人一人の IT リテラシーってやっぱまだまだそうですね、えっと、多分、まあ、僕も含めて IT の速度進化速度の方が速すぎてついていけないみたいな状態なのかなとは思ってます。はい なるほどね、はい、低いというよりかは IT の進歩が早いので追いつくのにいっぱいいっぱいみたいな感覚かなと思ってます。あこれなんかすごいある意味ちょっとなんか話それてっちゃうんですけど、はい、若干課題だなと思うことがあって最近リモーートワーク割と当たり前にななってきてきるじゃないですか今回のこのラジオもリモートで収録をしてるんですけど。 はい。なんかそういうリモートっていうのが当たり前になってきて、でも、なんでしょうね。なんかその一方で、まあリモートっていうことにまだまだ慣れてない人がいると。うんで、この一年の中で、でね、まあコロナ禍において、そのリモートワークすら、ものすごい進化をしてるように感じるんですよ。思います。ですよね。はい。例えば、ズームっていう、 オンラインツール一つとっても一年でめちゃめちゃ進化してるじゃないですか。しました。なんか同じようにアドレスというか URL を発行して、で、そこに入ってみ、二人みんなで喋ろうっていうツールですけど、なんかいろんな機能が追加されたり、なんかそのセキュリティレベルが上がったり、はい、なんかもうどんどん進化してるんだなっていうのが、そのなんかバージョンアップの 情報一つ取ってもすごいこまめに入ってくるんですけど。確かに。なんかそれにまだまだこう追いつけてないっていうか。なんかその、ズームのバージョンとかをよく話題に出すことがあったりするんですけど。はいはい。なんか、最新のバージョンじゃない人がズームを触るときに、同じように話はできるけど、 全然バージョンが違うから、なんかできる機能が限られてるみたいなことが起こったりするんですよね。ありますね。ありますよね。ありますなんかそれ、それぐらいのその身近な距離ですら、めちゃめちゃ進化してるなと思うんですけど、はい。やっぱり全体的なものがものすごく多分スピーディーに今変わってきてるので、はい。確かに私も自分がついてきてるってまだまだ思ってなくて、はい。全然もうなんか追いつけない。 いや本当そうですよね。僕も思います。ね、飯田さんですらそう思う。ってこと？思いますね。あのズームに関してだとズームの日本代表の方が五年分のスピードで、はい、この一年が進化したって言われてたんです。あ、五年。五年です。はい。やばいですね。 そうなんです。で、アメリカやヨーロッパだと、もう、ズームっていうのは、インターネット、うん、ウェブで会話をするっていう言葉になっちゃったらしいんですよね。へえ。ー。サービス名からもう、一般名詞、動詞みたいな感じになっちゃってるぐらいの、確かに。浸透具合らしいです。ズームするとか言いますもんね。言いますよね。でも、ハングアウト使っちゃうみたいな。<laughs> あ、確かに。確かに。<laughs> えポテトチップスみたいな感じですかあ、もうそうです、そうです。あの、ポテチ食べるって言ったらもう、揚げたポテトのもの全般を刺すみたいな。ああ。すごい。確かに。はい、ズームしましょうとかって言って、なんか送られてきたアドレスが全然違うやつだったりとか、ね。<laughs> そうなんですよね。ありますよね。あれ、ね、ズームじゃないんだみたいな。そう,そうそうそう。そう <laughs> あれ、これチームスじゃねみたいな。そう,そうそうそうなんですよね。そうそう。 そう <laughs>、はい、かねやっぱ慣れてる人とかやっぱり慣れてる人っていうかそのいろいろそういうツールがあるって分かってる人は、はい、なんかズームするって言ってそれが例えばミート、g o o g l e の Meet だったりとかマイクロソフトの Teams だったりしてもあ違うのねって思えるだけですけどですね分かんない人ってそういうのも全部ひっくるめてズームするですもんねそうですねもうなんか来たやつ押しとけみたいな感じですよね、えー、確かに確かに、まあ、なんか同じだろうなみたいな はい。はい。なるほど。いやでもすごい面白いです。のっけからありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、もう一つね、ちょっと気になってたのが、あれ、な何上司っておっしゃってましたっけ社外上司です。それ、社外上司。はい、これ、ちょっと説明聞きたいなと思って。あ、ありがとうございます。はい、社外上司はですね、ちょうど今月、えー、っと、サービスとしてはちゃんと正式にリリースしまして。おありがとうございます。ありがとうございます。はい えっと僕も含めて将来のキャリア、うん、まあ仕事のキャリアに悩む人っていうのは本当に多いなと思ってるんですなので、えー、っとこの会社今の会社に1年2年3年後行っていいのかな行って成長できるかな、うん、えー、ならもっとやりがいのある仕事に就きたいなですとか収入アップしたい、うん、もっと プライベートを充実させたい、いろんな思いを抱えている中で今の仕事をしている方が多いなと思ってるんです。はいはいでそれを相談できる相手がこのコロナ禍になってからものすごく減ってる気がしてるんですね。うん、なるほどはい、うん、なかなか会えないという中でしかも会社の人には言いづらいとなった場合に誰に相談するんだろうっていうことで社外の上司、はい そして僕が、ねうん、何かしらのお話を聞かせていただいて、えー、っと課題の解決、えー、キャリアの、えー、相談を、はい、まあ僕の経験上ですけど一応正社員、えー、フリーランスやってきているので、まあ、何かしらのお手伝いができたらなと思ってやっております。えす、ー、すすごごいいありりがとううざいますやっぱりそうですよねコロナ禍だから それこそさっきのリモートワークが例えば中止になってる人からすると、はい、キャリアの相談仕事の相談だけじゃなくてキャリアの相談ってよよ、はい、社内の人には話しづらいですよ、ね、しづづららいいでですすねね、うん、仕事の悩みやほうれん草ですらちょっとおっくと思うと思う中で<ー>さらにキャリアの相談って。うん なかなか人間関係できてないときついですよね。いや、そうですよね。はい。なんか、私の今のこの立場ですら、そういう仲間がいるから相談できるけど、はい、なかなか相談できないよなってやっぱ思いますもんね。思いますね。うん。その悩める方々のお役に立つのが、社外上司というサービス。はい、そうです。 え素晴らしいこれ社外上司をやろうと思ったきっかけって一体何だったんですかえとこれはもともと結構僕が後輩っていうんですかね、うん、あの会社の後輩ではないんですけどまあ年下の友達たちに「どうやってフリーランスになったんですか?」とかえ転職僕は2回正社員でもしてるので、うん。 転職初めてやろうと思ってるんですけどどういうところから始めたらいいんですかっていう相談を受けてたんですはいはいでそれがえー、っと気づいたら大体年間に30人ぐらい受けてるみたいなのが去年分かりましてはい、はい、だったら結構僕もこの、まあ、いろんな業界のことですとか、うんえー、正社員のその何て言うんですかねこの給料システムみたいなこともちょっとずつ分かってきたので、うん、はい そういうい自分の知識をもとに、えー、こういうふうに頑張っていくと理想が叶えられるんじゃないかなとか、えーはい、っていうのをお話ししていくうちに、うん、これは面白いなと自分でもやりがいを感じてきまして、はいはい、なので自分のちゃんとしたコンテンツとして立ち上げようというふうに思ってリリースしましたすごい素敵ありがとうございます。 えー、なんかいっぱいいると思うななんかその全国的にはい相談したいけど誰に言ったらいいんだろうって思っている方っていらっしゃるんじゃないかなと思います多いと思うんですよねで、うん、なかなか言いづらい話題なので、うんはい、逆に遠い人の方が言いやすかったりすると思うんですあー確かにそうかも利害、はい、関係がない人とかはい 自分のことをよく知らない人だからこそなんかいっぱい伝えられるっていうかそうですねその恥ずかしさとか照れとかそういったものをあまりなんか気にせずに喋れるっていうかそうですよねそうですよねうん、なんか飾らない自分でちゃんと話ができるんじゃないかなと思うんですよいやそれは大事ですねはい大事だと思います 私、飯田さんとお会いして、何ヶ、はい、月ぐらいだろう ?1 ヶ月ちょい ?2 ヶ月近くですかね。はい。ねはい、なんか、いつもお話をしてて、すごく穏やかで優しい感じ、はい、なんか、<ー>すごくこう、受け止めてくださっているような印象があって。ありがとうございます。いえいえ、それはまさにその今までの後輩の方々へのなんか悩み相談だったりとか、 そういうキャリア面でのサポートっていうところが、なんかすごくマッチしているような気がしております。そうですね。そう言っていただけると本当にあの嬉しいです。いや多分今聞いてくださってるリスナーの皆さんもそう思うんじゃないかななんて思いますよ。はい、<laughs> いや、まあ声だけですけどね。<laughs> はい、あ<の>う私はね、ズームで話してお顔も,ももちろん存じ上げてはいるんですけど、はい、でも 声だけ聞いててもすごくそれが伝わってくるような気がしていてありがたいですねなんかそう言ってるだけでやっぱ本当なんていうかこう以前ち僕がちっちゃい時に親父に言われたことなんですけどはいあの表情がいつも怒ってると怒ってる顔になっちゃうよっては,<ー>はい。 いつも笑ってる人は穏やかな顔になるっていうのをまあ言ってたんですけど、はいはい。で、それをもうちょっと僕は拡大解釈するとやっぱりその声ですとか、うん、その一個一個の返答っていうんですかね、この会話含めて、うん、その人間性っていうのはこうどんな場面でも一貫して出ちゃうものなんだなと思ってるんです。ああ、それすごい共感する。<laughs> はい。うん。なので別に僕がどうこうっていうよりかはこの 真面目に、仕事をしたりとか、していると、きっと伝わるんだなって思いました。わあ、素敵。まさに、誠実にお仕事や、人付き合いに。多分、取り組まれてる、ちょっと硬いですけど。<laughs> していらっしゃるからこその、この穏やかさなのかなって。なんか改めて思いました。そうですね。穏やかでいたいと思う。願ってます。ああ。 大事。なんかそういう思いこそ、はい、例えば顔に現れたりとか、<ー>ちょっとした言葉遣いに現れたりしますよね。すると思います。うん。から、顔に責任を持つっていう、その、父様の名言は、まずめちゃめちゃ刺さるし、<laughs> その顔に出るっていうこと自体が、今の飯田さんでおっしゃってた、穏やかで痛い っていうその自分自身のあり方みたいなところが実はめちゃくちゃ大事なんだろうなってーいやー学びが,気づきがいやとんでもないですすごいいやありがとうございますいやとんでもないです安西さんにはいつもいろいろ教えてもらってますからいや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 そんなとんでもないですよありがとうございます急によい,よいしょ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  <laughs> <laughs> まあ、さてさて。まあ、そんな飯田さんなんですけども、その社外上司っていうものを、まあ、はい、この度リリースされたってことなんですよね。あ、そうです。はい。この仕事を通じて、まあ、今、いろんな方のおそらくサポートとかご相談に乗られてると思うんですけど、なんかその事業というか、そのサービスにかける飯田さんの思いについても、ぜひ触れてみたいなと思うんですけど、はい。どういう思いで、この、 仕事をこれからもっとこんなふうにしていきたいっていうふうに思われてるのかなっていうのをちょっと知りたいですはいえー、っとそうですねこの僕がやっていこうと思ってる事業全般に関して共通していることなんですけどはいえーっとまあアピールベタであったりとか、えー、いい人なんだけど、うん、なんというかこうあんまりこうせっ 世界っていうか社会から評価されてないみたいな方って結構僕はいらっしちゃるんじゃないかなと思ってるんです。はいはいですごくいい人でいい人で終わっちゃったらもったいないなとすごく思うのでそういう人たちにスポットライトを当てたりとか、うん、そういう人たちが頑張れる手助けをしたいっていうのがえっと根本的にはあります。<laughs> はいなので社外上司に関して、ね。 まずは職業面としてまずはやっぱり、えー、自分の仕事ですよね収入に直結する部分ですので、はい、そこを、えー、最大限、うん、その人が働きやすく、えー、やりがいの感じられる働き方をできるようにサポートするっていうのが社外上司であります。うん、でえとあもう一つなんですけどそうなんです。はい はい、んもう一つが、えー、っと来年、えー、っと札幌に移住していくタイミングでやろうと思っている事業がお<う>えっとボランティアここで言うボランティアは無償で時間を提供されているっていうちょっと抗義な意味なんですけど、うん、例えば、まあ、分かりやすいところですとゴミ拾いですとかマラソンとかのスタッフの方、うん、あとは 不登校になってしまった子どもたちに、えー、勉強を教えている方々、まあ、こういった幅広く自分の時間をお金とかじゃなく地域貢献に使っている方々に対してヒューマン的な、はいえー、評価をできるようなプラットフォームを作っていこうと思ってます。ほう。はい。うん、なのでそうですよねちょっとふんわりまだしてるんですけど。<laughs> <laughs> あのー、あんまりボランティアというのをやってる方はこうドヤ顔でボランティアやってるぞって言う人少ないと思うんですね。あ確かに。ただやってること自体はすごく、えー、っと素晴らしいことだなと思いますし、うんはい、自分のそれこそ他にアルバイトをしてお金を稼ぐことに使ってもいい時間を誰かのために使っているので。はい はい、その活動自体をしっかりと、まあ、個人のプロフィールとして、うんえー、世の中にも見せれる形にしていきそれを仕事につなげたり、えー、そもそもその活動を広げるためのきっかけにできるような形にできるような、うんまあ、プラットフォーム、まあ、アプリを作ろうと思ってます。す、えー、すご、はい、すごい ありがとうございます。ちょっとまだまだ構想中で、この辺はまだいろいろ考えてるところなんですけども。はい。はい、なんかあれですね、ありそうでなかった視点だなと思っていまして、はい、ボランティアって確かにアピールをするものではないっていう、なんかそういうなんかこう誠しやかな、んでしょうかね、その常識みたいなのがあったりしますよね。 アピールしすぎると、それって、なんか例えば、何でしょうね。実は、立己的な何か目的があるんじゃないのとか、変に勘ぐっちゃう人とかが今っているような気がするんですけど、で、ちゃんと知らせていかないと、その活動を知ってもらいにくいっていう課題もあると思うんですよ。はい。そこに目をつけられたっていうことなんですかね。 そそううですねそう思います、うん、うあの本当にいいことやってるのに、うん、アピールしたらバッシングされるみたいのがやっぱりなんかちょっと日本の構造としてしょうなんかあるなと感じてるんですやっぱりねはい、うん、ただ結構これアメリカとかヨーロッパだとあのそれを発信することで称賛される文化があると思ってるんですけど日本とこの海外アメリカ、えー、ヨーロッパ そのこのボランティアやアピールということに対する価値観っていうのをそもそも変えられたらいいなとも思ってますああ素敵はいいいですね変えたいですねです変えたいですよねなんかアピールしていいことやってんだから、うん、なんていうんですかねみんなで拍手したらいいと思うんですようんはい確かにはいなんかもう頑張ってるんだからこうお小遣いあげるよとかうん なんかその人がどっかどっかの別の地域の、えー、ボランティアに参加するって言うんだったらじゃあおじさんが交通費あげるから、うん、みたいなそんな粋な人がいてもいいと思うんですよね<ー>この世の中そうですねはいなるほどなんか人間関係ってねやっぱどうしても、まあ、このリモートが中心の世の中になってきていると、まあ、さっきから話が結構出てますけど希薄になりがちで。はい、でやっぱそういうい ちょっとしたこう名も知らない人がいきなり交通費あげるよとか頑張ってんねってこう一言声をかけられるなんかその気軽さっていうのがだいぶ失われてきてるなっていうことを実感してるんですよ。思いますで。まだなんか地方とかだとある程度近所付き合いがあったりその幼馴染みの付き合いがすごく濃かったりするけど 東京とか都会とかって、私も田舎から出てきたんですけど、はい。私はですよ。あのはい、田舎から出てきて、一番ちょっとショックっていうか、わっと思ったのが、その近所付き合いが皆無皆無ですね、確かに。そう。これは、田舎ではないなって、田,田舎では、もう結構、まあその悪い噂も広まりやすいんですけど、<laughs> すごく関係が気軽な関係だった。 たりしたのが、東京になるとその話しかけると不審者扱いされるとかね。そうですよね。そう、そういう文化なんだっていうのを、まあ実際そうじゃないのかもしれないですけど、なんかそういう瞬間に立ち会った時にすごいショックを覚えたなっていうのを今思い出しました。確かにそれはあのよく聞きます。あやっぱり。はい。僕は東京出身なので、そのあんまり人に話しかけるっていうのを。うん。 えー、当たり前のようにないと思ってきちゃったタイプなんですけどそうなんだ一応聞くのもちょっと戸惑うと言いますかそう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 んか怖いって思っちゃう,うそうですよね、うん、もうなんかスマホあるじゃんみたいなこと言われそうとか確かに <laughs> <laughs> 今ってそうですよね <laughs> そうですよね <laughs> 住所入れないよって話でも聞いた方が早いとかもありますし何か人間関係でね解決していった方が、うん、なんかあったかい社会だなと思うんですけどいやそれすっごい思うはいなんかちょっと違う話なんですけどあの、はい、電車に今日乗ってまして、はい、で自分のカバンに入れてたものをなんか取,取り出したんですよで取り出して使っ、はい ででもう一回しまおうと思ったらコロコロコロって床に転がっちゃって <laughs>、はい、で普通そういう普通っていうかい私のイメージとしてはそういうのってなんかあんまり拾われないイメージがあったんですけど今日たまたまその落とした瞬間に通りがかったあの女性の方がもう即座に拾ってくださって、はい、優しい方です、ね、いやなんかめちゃくちゃ嬉しかったんですよその瞬間。 わあ、拾ってくれたと思って、なんか申し訳ないって気持ちにもなったんですけどね、<laughs> その今、やっぱり人のものを触れると結構怖いとか危険だとかって言うから、やっぱり拾ってくれると思わなくて、はい、そうなんか即座に拾っていただいた瞬間に、もうすごくハートフルな気持ちになったんですよね。いやあ、それありますよね。ある。はい、なんかそれが、都会というか、まあ都会に限らずなのかもしれないですけど、 なんかそれが拾われないもんだって自分の中で思ってるってことに気がついて、あ<ー>なんか自分も気づいたらそういう行動してたのかなって思ったら、はいあ。やっぱり人に優しくっていうか、もっと気軽に周りの人に何か応援メッセージを伝えたりとか、うん、協力したり応援したりするってことができたらいいなって、すごい、飯田さんの話聞いても改めて思いました。いや、本当にあの、 あの僕もそれはもっともっとやっていこうと思ってますうん、うん、いや、はい、ぜひやってほしい <laughs> ありがとうございます、ねでまあ、今日この場はあれですもんねやすさんからお声がけを頂い,いて、はいまあ、ある意味僕からしたらこう、まあ、アピールの場でもあるとも感じは感じ取ってるんですけど<お>、はい、なのでこういう機会を頂い,いたっていうことも、まあ、ありがたいなと思ってますやっぱりありがとうございます,いますこちらこそです やっぱね、なかなか自分のやっていることとかを、ラジオなどの公共の電波に乗せて喋るって、そうそうない機会かなと思ってるんですよね。初めてです。初めてでした初めてです。ラジオデビューおめでとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。そのデビュー戦を私もこのコンビニラジオで飾ってくださって。嬉、はい、しい。<laughs> いや楽しみにしてましたよ。1ヶ月前に、あ,あの、お声掛けいただいて。そはい。そっか。もう1ヶ月前とかにお声掛けしたんですよね。そうですね。約1ヶ月前ですね。うわ、あっという間ですね。あっという間です。いやいや、嬉しい。すごく嬉しい。はい、いや、本当に今日はこうやってお話ができて、めちゃくちゃ嬉しいなと思ってまして。いや、僕もです。はい。で、しかもまたね、その、いろんなお仕事の話とか、これから目指されていくこともお聞きしたんですけど、 何より素敵だなと思ったのがやっぱり田さんの思いですよねあ,ありがとうございますの一貫してなんか人を応援するっていうかうん頑張る人のなんか応援団長でいるっていうような<あ>そういうスタンスを見たのでいいですね頑張る人の応援団長ちょっといただきますいただかれました はい。いいですね、そのキャッチフレーズ。ちょっとメモりますね。あ、メモられました。はい。ぜひぜひ使ってください。はい。ね、結構なんかそういう、たまにあの、迷う方もたまにあるんですけど、たまにそういう名言が飛び出すことがあるらしくて、結構ね、いろいろパクられてますね。あいいですね。じゃ使ってください、ぜひ。はい。早速あの、リンクドインのプロフィール変えます。あ、嬉しいな。そう。もともとね、飯田さんとは、リンクドインっていう、 ビジネス用の SNS って言った方がいいんですかねソーシャルネットワークサービス。はい。はい。で、出会ったんですよね。そうなんです。そう。そこもね、またその、リンクトインで私も出会った、まあ、飯田さんと共通の知人がいて、はい、その、共通の方を介してというか、共通の方が私のことを話してくださったんですよね。確か飯田さんに。ああ そうなんです。あの、<う>ワクワクするなら、やすさんと話した方がいいよって紹介してくれました。ああ、嬉しい。もうその方もめちゃめちゃ素敵な方なので、ぜひラジオ出てって言ってあるんですけど、はいはい。なんか僕は何を話せばいいんでしょうかってなってて。<laughs> いや、いっぱいありますよ。ねなんかまた、ぜひ、こう、3人で話す機会があっても面白いなと思うし。はい、あ、それいいですね。そう,そうそうそう。彼もまたね、本当に素敵な方で。うん。 人の応援をするっていうことが本当に好きっていうかそうですねそうそういうワクワクをね共有できる方だったのでそのワクワクを共有できる方からご紹介をいただいた飯田さんの今日思いに改めて私触れて、はい、いやこれなんか聞いてくださってる方今日飯田さんの話初めて聞かれてる方多いと思うんですけどはい いや、本当に飯田さんと、いろいろ話してみてほしいと思いますもん。あ、ぜひぜひ、もういろんな人と話したいです。お。ぜひぜひ。ちなみに。はい。はい、飯田さんと、お話ししたいな。とか、つながりたいっていう方がいたら。はい。どういうふうに、つながればいいですかね。あ、そうですね。えー、っと。e b o o k ック、リンクドイン、LinkedIn、やってますので。うん、あの、僕のフルネームい。い。なんだろう、調べていただいたら。 もちろん承認させていただきます。<laughs> お、飯田正明さん。はい、飯田正明。漢字は,漢字は、ね、飯田はでえっと、ご飯の飯に田んぼの田。わかりやすい。はい。はい。で、宮尾に文章の章で正明です。あ、めっちゃかっこいい漢字の組み合わせ。<laughs> はい。宮尾気に入ってます。宮尾いいですよね。宮尾いいですよね。いや、私結構好きな字で。お、嬉しいです。 マサって読むね飯田さんもそうですけど、はいはい、読む方多いですけど、はい、もう一方で「雅」っていう読みがあるっていう感じ自体がすごいなと思ってて、はい、いいですよね,ねなんかそのまさに「雅」っていうイメージにすごく合った方だなと私思います、はい、それはめちゃめちゃ嬉しいですおいやでも本当にこれお世辞抜きでそう思うので はい、ぜひぜひ、そのフェイスブックもしくはリンクとインとか、あるいは私にね、はい、ご連絡いただければ私がご紹介するってこともできると思うので。はい、もちろんです。はい。ぜひ、例えば RPA に興味があるとか、はい。あとウェブサービスそのものについてちょっと知りたいなとか、はい。あと、キャリアで悩んでいる方、社外上司、はい、なんだろう、それちょっと気になる、話してみたいとか、うんうん、あとはそのボランティアの話とか、はい。 あと、未来の話とか。いろいろね。いろいろ話したいですね。そう。ネタがね、たくさん本当に尽きない方なので、興味あるなとっていう方は、ぜひ、飯田さんと繋がっていただきたいなと思います。お待ちしてます。はい。ということで、飯田さん。はい。この番組のリスナーの皆さんに対して、ぜひ、メッセージ。あるいは、伝え忘れたこととか、<ー>これだけはっていうこととか、何でも結構です。最後にぜひ、お話ししていただいてもいいですか わかりました。ありがとうございます。はい、えっと今日はえー、っとラジオにご招待いただいて、えー、っと貴重な時間をありがとうございました。こちらこそ。えっと僕はですね、えー、っと大きく言うと、貢献主義社会にしたいっていうのがありまして、はい。それがその貢献している方にスポットライトを当てる、貢献している方に資本を流すっていうような社会にしていきたいと思ってます。 うんはい、なのでと今は資本主義社会という形ですけど今後,に今後はこの何か共感覚を強く持った貢献マインドの強い人が、えー、生きやすい時代になっていくんじゃないかなと僕は思ってますのでそういう社会にしていくための、えー、仕組みづくりを、まあ、社外上司ですとか、えーまあ、ボランティアにスポットライトを当てるオアフ というアプリで、えー、実現しようと思ってます。オワフ。オワフはい。うん。あのオワフ島のオワフです。あ、すごい。あのハワイのですよ、ねです。ハワイのはい。へえ<ー>。これみんなの居場所っていう現地の言葉の意味なんです。そうなんだ。そうなんです。ええー、初めて知った。すごい。<laughs> そうなんです。なので本当に、えー、みんなで良くなっていきたいと思いますので。 なんていうんですかね。強い方はもう一人で自走して何でもできとできると思うんで、もうのびのびといろんなことをやっていただいて、はい、はい。でもその一方をやっぱアピールベタな方ですとか、えー、本当はもっと輝けるのに少しちょっと今は、えー、雲がかかってるような方って多くいるんじゃないかなと思ってます。はい。はい。でもそういう方こそ本当にすごくいい方だし、社会貢献。 というマインドが強い方が多いと僕は思っているので、うん、全員で勝っていくような形で、えー、社会を良くしていきたいと思ってます。素敵。ありがとうございます。なんかすごい綺麗ごとのように聞こえますけど、なんか本当に思ってはいるので、少しでも伝わるあのうはい何かしら力になりたいとか話し話して一緒に何か仕事だったりとかできたらいいなと思ってます。いやもう本当に素敵。 <laughs> ありがとうございます。<laughs> そんなに聞こえていただけるとね、嬉しいですね。いやあ、私も本当に貢献したいって思っていて、はい。もちろんお金をいただく仕事っていう観点もあるけれども、はい、やっぱり関わる方の自分も応援団でいたいんですよ。ああ、わかります。やっぱそうですよね。そ,そう、それでね、はい、みんなで幸せになれたら、めちゃくちゃいいじゃないですか。思います。 なんかその思いにすごい共鳴するお話だったなって今日思いますし、はい、飯田さんのそのマインドがもっともっと多くの方に伝わって、はい、もっともっと多くの共感を呼んでいくっていうお手伝いを私もこれからしていきたいなってずっと思ってますので。ありがとうございます。ぜひぜひ、ぜひぜひ。めちゃめちゃ心強いです。達成しましょう。はい、やりましょう。<laughs> <laughs> 私も心強いです。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ、コンビニラジオに遊びに来てくださいね。はい。ぜひ、もう2回、3回、10回と呼んでください。あ、10回来ました。ありがとうございます。<laughs> はい、なかなかの欲張りさんでした。<laughs> <laughs> 嘘,で嘘です、嘘です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。おゲストは、飯田正明さんでした。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イヤスさん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。 ありがとうございましたコンビニ社労士安さやかの「ウィークリーコンビニラジオ」あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください 沖縄ベ東ア海ャーチ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは0 4 5六6 7 0 − 7 6 4 0ぐすくまタウンビジョンまで ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノあンの楽しみ方がきっと見つかるギノあンヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ね、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は、葬儀社新ディングスター」「メーカーファンディングスター」引っ越しーン「ンター」「メーンター」「 君の心に溶けた手作りの味噌をシフォンケーキで優しく包むく味噌味噌屋が作るミソシフォンケーキ八重洲の夢<工>房コンビニ社労使安さやかの。 ウィーークリーコンビニラジオはいということで飯田さんとの対談いかがだったでしょうかボランティアの活動をもっともっと世に広めてその活動をもっともっと評価される世の中を作っていくっていうその考え方ってとっても尊いし素敵だなと思いました、まあ、いろいろと乗り越えるハードルなどもあるとは思うんですけど私も引き続き飯田さんを応援していきたいなと思ってます ぜひ皆さんも共感したとかこんな風にできるんじゃないかなっていう方はぜひメールもしくはツイッターのダイレクトメッセージなどから教えていただけるととても嬉しく思いますということで、えー、コンビニラジオもですねいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました本日も1時間お付き合いいただきありがとうございましたこのようにこれからもゲストの方をお迎えしていろんな情報を発信できるそういう番組にしていきたいなと思っておりますまた生放送もね 来月どこかでやりたいなとは思っていますのでぜひぜひその時はよろしくお願いいたします。事前に告知をしていきたいと思います。ということでウィークリーコンビニラジオパーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかでした。それではまた次回お会いしましょう。